はい、どうもプロラでございます。今回もやっていきましょう。今回もね、未来編の方を、進めていきたいなと思うんでよろしくお願いします。で、今回はですね、ちょっと始める前にちょっと経験値の方をね、今610万ぐらいあるのかな。はい、まあそれぐらいあるんで、ちょっとランク上げの方をちょっと今回ね先にしちゃおうかなと思います。で、基本キャラクターに関してはね、もう後でニャンコチケットの方でちょっとね、増やしていければなぁなんて思うんで、まあとりあえずさておいて、ちょっとね、今後として結構ね、使うキャラクターについてちょっとね、開けていこうかなと思います。猫太陽の方は終わって、あとどうしようかな。猫ジュラ、まあ一応上げとくか。一応クリティカル系のね、ちょっとあのメタルが敵が出てくると結構厄介なことがあるんで、ちょっと先に上げときますと、25がマックスらしいので、あとは猫ファイターとかも上げときましょうか。これもね、結構使えるキャラクターなので、まあ基本的にね、レアキャラクターに関しては使えるキャラクターがほとんどなのでね、もうプラス上げれば本当にもうね、めちゃめちゃ強いので、とりあえずね、まあちょっとガチャ頼りっていうのもちょっとあれなんですけども、あとどうしようかな。あ、探査機もあれかな。一応そうですね、プラスが7なんだけど、こんなに当たってたの知らない間にめっちゃプラス上がってたんだけど、まあそんな感じで、何これ、ドロイド、こんなん昔あれもう覚えてないんだけど、まあとりあえずまあいいや、猫サーチに関しては、ワープがね無効なのでかなり使えます、ね。あとは猫バサミ、ゾンビに関してはまだかな。一応ゾンビの方は来てるんですけれども、まだいいかなと。はい。まあ優先順位としてはまだかな。今後、まあ使う機会あると思うんだけどね。あとはそうだね、レアキャラクターの方はね、また旅とかでね、またまたできればなと思うんですけども、まあそれもまだいつの話になるやらって感じがするんですけども。あと超激レアの方も行きましょうか。せっかくなのでちょっとあげましょうか。桃太郎あげよう。桃太郎もね、ちょっと、まあ一応多分進化前の方がいいかな。あ、やべえ、もう終わったんだけど。早いね。そんな感じかな。伸びる側、ちょっとまだ後でいいかな。あ、ちょっと水着もちょっと、あ、全然足りねえや。おぉ。ということで、ここで、終了でございます。水着でプラス1ついてたんだね。まあいいや。はい。ということで、終了でございます。おぉ、来ましたね。ということで、ランクが、1136まで上がりましたね。はい。まあ、そんな形で、ユーザーランク報酬受け取っとくか、とりあえず。多分、レアチケット。あれ違うっけ。まあいいや、上限アップで、リーダーシップ向け取れ。あれなんもないんだっけ。まあ、次、行こう。猫ボンさん。あれレアチケットって1000でもらえるんじゃなかったんだっけ。ああ、いいや。ああ、まだもらえますね。はい。まあ、一応、そうですね。リーダーシップはアップでね、全然、ありなので。はい。まあ、こんな感じでございますね。じゃあとりあえず、引き続きね、未来編の方にね、再開しましょうか。ちょっと昨日っていうか多分上げてる日がもうバラバラなんで、ちょっとトレフェスやってる時にちょっとね、ちまちまね、集めてやったので多分微妙なところになってるかなと思います。で、今回は、ニューヨークから行きます。ちょっと時間の方もね、ちょっと微妙使ってしまったんですけども、まあちょこっとね、まれればいいかなと思うんで、とりあえず、やっていきたいと思います。じゃあとりあえず、ニューヨーク行きまーす。はい。さあ、で前回はね、確かね、確かほぼほぼ負けることなく確かいけたと思うんで、とりあえずそれを期待してね、やっていきたいと思います。はい、ということで頑張りましょう。冒頭の方は基本的には多分もうほぼほぼ待ちだと思うので、早送りしてるか、それともそれをつなぐために喋ってるかはまだ分かんないんですけどもね、まあ、どっちかの対応になるかなと思います。まあ一応喋ります。はい。どうしようかな。もう本当にね、もうね、未来編とかに関してはキャットマン任せなところがね、かなり多いんで、とりあえずちょっとこのまま、まあ、放置で見てみましょうか。ニューヨークだろう、何出てく、おーおー、ウサギン出てきたけど、まあそこまで大丈夫だと信じたいんだ。まあね、最初の方にね、結構ね、資金ダメしといて、一気に放出していければ少し変わるかななんて思うんでね。まあ、時間はかかっちゃうかもしれないけど、やっぱりね、ちょっと安定で勝っていきたいかなと思うんで、こんな感じでいきましょう。どうしようかな。せっかくね、なんか1体ぐらいちょっと出しておきましょうか。おー、押されるぞ。ウザギンご一行様に、ちょっとね、よしよしよし。にゃんこ砲で、ほぼほぼ一発で負け。まあ、いいや。これでいきましょう。さあ。
おお、割と強いな。そろそろいけるかな。まあ、すべてね、この4000台と5000台のキャラクターすべて出せればね、結果的にはいいかなと思うんですけど、結構難しいな。うん、難しいんで。じゃあ、優先順位として、とりあえずもう壁の方はね、ちょっと、どんどんいきます。はい。この前行けばなんか何かしら出てくると思うんで、ニューヨークだろう。何出てくるかな。まあ、あ、やべやべ、なんかニャンコホ打っちゃったんだけど。ちょっと、どうしようかな。壁出しといて、うわそう来る。いやー、待って、こういう時に限って0号機いないんだよ。0号機いない時にさ、やめてくれよ。ちょっと、今回ちょっと、マジでこれちょっと抜けられないと結構やばいよ。で、しかもなんか、まあ、メタルのこのワンコに関しては問題ないと思うんですけど。いや、一番この波動だよね。いや、ちょっと怖いんだけど。いや、待て。ちょっと待て。うわよし、動きを止めてるけど、キャットなんとかちょっと微妙だよな。これはちょっと動き止められれば、さあ、どこまで。まずい。割とまずい。ということで、あれかな。もしかしたら、ほら。いやここに来て、まあ、ちょっとね、キャラが足りないがために、これはリベンジ戦ですね。多分これは無理だと思いますね。いやー、0号機。そう。まあ。あげられましょうか。はい。よし、OK! ということで、リベンジしてみましょうか。つらい。あと 17% だって。おー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 おおおお。ということで、早送りでもうね、スピードアップ使っちゃいました。じゃあ、とりあえず、もうこっからもう攻めていきましょうか。で、一応まあ、0号機がいるんで、とりあえず今回は、まあ、心配は、まあ、心配あるけど、あるけど、まあ、なんとかいきましょう。ちょっとクリティカル出すキャラクター準備しておいた方が良かったかもしれないよね。で、まあ、とりあえずね、ゾロ号機がまだね、いればね、こっちは意外と心強いんで、あとはもうとりあえずひたすらもう壁出してれば問題ないかなって思うんで、とりあえずこのね、作業をね、繰り返しようかなと。いやー、初っ端から泣けるとは思わなかったね。もう波動がいないと、波動のね、無効性キャラクターやると。もう、来た。ということで、とりあえず、まあ、このまま、行きましょう。さあ、もうじきいけんじゃないこれ。これなんか、ニューヨークだけでさ、もうなんか、時間めっちゃ使ってる気がするんだけど、もう一箇所でもう終わりな気がするけど、それで、終わった。なんか、許してほしい。まあどうだろうね。早送りとかカット使っちゃうと多分かなり短縮しちゃうから、まあ、ちょっと、まあいいや。あとでちょっと確認してみます。はい、終わりでーす。お、ニャンピュータ3。おお、使ってないのに。嬉しい。よし。じゃあ次、NASA 行きたいと思います。もう残り、あれだね、わずかですね。じゃあこのままスピードアップ使ってくれます。行きましょう。もうスピードアップ使っていきましょう。ということでね、ちょっとね、最近エアコンね、ずっと使ってるがために体調がちょっとね、ちょっとよろしくなかったので、まあ、せっかくなんで今ね、エアコン切って扇風機やってるんですけど、すごい暑い。もうね、やばいね。やばい。まあ、クーラーって相当ありがたいなと思うんですけどもね、まあ、せっかくなんで今ね、今後ね、ちょっと続けてね、エアコン切りを。で、それでね、秋の方を迎え入れればね、まあ、最高なんじゃないかなって思ってるんで。まあ、そんなことはわざとでね。おー、いいよ、もうカットマンってなんだよ。カット。ハサミマンかよ。まあ、ハサミマンいるけど。あー、結局、そういうことね。そうだ、0号機交換するの忘れちゃったな。0号機ね、もうこっから波動を出すキャラクター以外が出てこないとね、結構ね、ぶっちゃけ多分使うことはないんで、だったらまだ、クロノストリガーの方がね、動き止めてくれるんで、こいつ結構、攻撃頻度高いんで。そうかな、どうかな。じゃあ、とりあえずもう、あれかな、もうスピードアップ使っていきます。はい。もう NASA で、そろそろバミューダとか行っちゃうよね。もう本当にもう残りわずかなんで、もう少しなんで行きますよ。さあ、スピードアップ使うとね、結構ね、出すキャラクター、なんつうんだろう、なんか、タイミングがずれてて出すキャラクターがね、そんなに多くないんですよね。
そうすると壁が薄くなってね、ほら、あ、やべえ、やべえ、やべえ、ほら、こういうことになっちゃうんだよね。こういうことになっちゃう。ここ、あ、やべえ、キャットマン。待って、違う。ミュートが終わったんだけど。おい、嘘だろ。これは良くない。ちょっと待って、待って、待って、待って。良くない、良くない、良くない、良くない。わ、ほら、ミスった。スピードアップを使ったのが災いになったっていう。今回一番やばくな、お蔵入りにしたいぐらいひどいんだけど。カオルさん、何パーセントかな。希望あるよね。あ、希望あるな。じゃあ、とりあえずちょっと編成組み直します。さあ、ということで、リベンジ戦の方、参りたいと思いますよ。いや、本当にね、もうやられた、マジで。で、まあ、次はもうね、このまま、受けは多分壁薄にはならないかなって思うんで、あ、やべ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 。一応ね、あのね、猫対応の方ね、入れました。はい。いや、ちょっと変わるかなと思ったんで、せっかくなんでね、いやー、待って。猫対応すぐ負けたんだけど。さあ、で、ここからだね。ここからがちょっと勝負どころなんで、ここからちょっともうね、いきます。おっす、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 おっすってなんだ？で、今回多分 NASA で終わりだね。ちょっともう NASA で終わりです。はい。まあ、多分時間の方が、わりかしやばいんで。はい。ということで、よーし。まあ、これは勝てるでしょ。ネコボンぶっちゃけいらなかったよね。うん、何のためにネコボン使ったのかわかんないけど、まあ、多分ね、ただ単に早く終わらしてね、もうね、終わりの挨拶をしたいって思ってるからかなと思うんですけどね。やべえやべえ、ちょっとね、後半からまた押されて始めるんだけど。おー、もうやだよ、同じ感じは。次はスネイパー使う。このさ、カンガルー、おー、お前、倒せねえんかよ。あ、よし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 。このガンガル軍団やめてくれよ。ただのカンガルーだったらまださ、まだいいけどさ。もう他のなんかちょっとさ、アシュみたいなやめてくれよ、マジで。もう多分カオルさんの方も終わるよね。よし、オッケー、終わった。よし、ってことで、終わりでございまーす。いやー、一筋縄ではちょっとね、いかなかったんですけど、まあ、とりあえず、勝てたんで、結果オーライということで、これでございますか。はい。じゃあ、もうね、まあ、見ていきましょう。もう、ラスト近いんで、行くよ。もう、あとは行くだけなんで。はい、ということで、終了でございます。お、な今回、よくない？お宝なんか、トレーラー使わなくても全然よかった。しかも、トレフェスやってないのにね。はい、ということで、とりあえず今回、バミューダまで来て終わりでございます。はい。ということで、もうね、終わりの方がマジかということで、とりあえずね、今後も頑張っていきたいかなと思います。で、そうですね、まあ多分更新頻度はね、この未来編進めていくのは多分更新頻度多分、かなりね、ちょっと多分ズレがあるかなと思うんですけども、まあちょっとね、少しの多く進められるように頑張っていきたいと思うんで、よければ、これからも応援よろしくお願いします。ということで、ここで一旦終わりにしたいと思います。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またねー。